11時11分11秒まではいつ分かるんだ。なんか携帯で分かんないんだよな。おはよう。みんなスクショ撮るなら夜にして、すっぴんだから。やだ。ポキの日おめでとう、ありがとう。ポキの日ありがとう。いや別にスクショする分にはいいんだけど、それをあの X とかに上げてくれる、その拡散してくれようとしてる皆さんは夜にしてほしい。夜の配信もスクショがいいなーなんて思って。あの勝手にその自分のフォルダーだけでさ、あ11月11日のポキちゃんだってこうフォルダーをね遡ってね、あーかわいいねポキちゃん、きゃー今日もかわいいね、11月11日もかわいかったねって見るだけの方はもうぜひバンバン撮っていただいて、あの関係ないんで、あの NG とかないですから。けどどうせ X にあげるならちゃんとメイクした状態 の23時の部の方が多分漏れる。今日のポッキーのお供はこれを買いました。特のプレミアムアップル&ピーチミックス。夜はまた違うジュース。力本願カップです。乾杯。チャーズ。はあ、この部で食べたいと思っているのがこちらの極細ポッキーを2箱だけど、これは夜のやつ。3組のアーティストの音楽がランダムに聴ける。聞いてみる。ポッキーって楽器じゃん。つって。
そういうことか。いちごのポッキー好きです。わかる、あのファミリーパックのやつでしょ。ごめん話が、はい。であとはこれを1箱買ったので、これ多分2個2パック入ってるから、これ1箱とこれの中の1袋を食べたいと思います。これ大好きなのゆう。薬飲んでない、忘れてた。配信終わったら飲みます。朝の薬やばい。そうこうしているうちにあと4分だぞ。時計なんかそのこの世界時計をさ、このデジタルのさ11時08分とかじゃなくてさ、あの時計のさ秒針も出てほしいんだけど、それは携帯では無理なの？無理なのか。ちょっとさフライングしたいんだけど、ちょん、あと2分。ちょっと我慢してる。いい匂い。あと1分だ。11分になってから10秒数えたらだいたい11時11分11秒になるんじゃない？今日ちょっとあったかいよね。車に置いといたら確かに溶けるかも。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ポッキーアホイエーイ。
ではいただきたいと思います。チアーズ。おいしい。今日1日を通して116本ぐらい食べるってことだよね。この極細ポッキーが1箱で50本だから、2箱買ってる時点で100本で、ゆうがさ、配信する時間ってさ、アンナが配信できない時間なんだよね。みんな食べてる？みんな夜食べるのかな？ゆうはに負けず劣らず、ゆうなも飲み物を飲むといい音が鳴る。食べてるか。じゃあお揃いだね。冷やして食べるの好き。
無心で食べてる、やばい。ブランデーにつけて食べるの好きだって。おっとなあ、どこの食べた。冬の口どけ食べます。え、早いの？これ、このペースは。これ大好き。周りのチョコ天才だと思うよ、これ。そう、これが冬季限定なんだよ。もう冬だね。チョコがさ、トリュフみたいな食感。
今冬だけ出会える美味しさだよね。そうなんだよ。パーティーだね。ポキパだね。でも、ユナはポッキーゲームとかしたくない。アイドルなのに。アンナちゃんとアンナちゃんとやるなんて言ったら、こうやあのポッキーこうやってお互い加えて食べてって、うってなりながらやることになるけど、大丈夫？ユーハトなら喜んでやるでしょ。私はねユーハが喜んでやらないから、ユーハがおんってなっちゃうからやめてよ。あだ名はポキちゃんです。リアルって言わないでもらっていい？なんか昔の加入したての時の写真とかを見てて、その時からユウはなんかユウハにめっちゃくっつきに行ったり、顔を近づけたり抱きついたり、ほんと相当キモいんだなって思ったんだけど、加入
したての時はスモちゃんがユーナを、ユーナがやばい人だってわからないぐらいスモちゃんがやばかったから、ユーナが目立ってなかったんだけど、そうスモちゃんが卒業してユーナばっかりあの めでるようになったらユーも目立ってるよね。そうめちゃくちゃ写真あった、めでてる写真。これいつ？2023年3月。もっと前にあるかな。本当ユーハはねめでたくなるんだよ。マジで可愛い。やってた。これはつぐみさんの卒業公演の日なので12月31日に2022年の。一緒におにぎり食べてる写真とかあったよ。あーかわいい、かわいい、やだ、ユーハかわいい。これもあった。これは2022年の10月17日マジずっとやってんのこれ一生すごくない？ユーの、ユーハ大好き。ゆうはちゃんとなんとかあの泊まりかなのお仕事だったら部屋に行きそうなポキさん、え本当に行こうとしたんだけどあまりにも時間がなさすぎて、ゆうは一緒にコンビニ行って一緒にご飯食べよう、ゆうはの部屋行っていいって言ったらいいよって言われたんだよ。でも夜遅すぎて次の日早すぎてそんな余裕はなかったっていう。
く同じ部屋に行ける予定だった。まあ、相部屋ではないですよ、もちろんシングルでそれぞれ。お部屋あったんだけどチャンスだった。そうそうなんだメンフェス2店舗目に到着。今日もお休みなの？すごいすごい。ってことは今日5杯とか6杯とか食べるの？そういうことでしょ。すごいね。あ、5杯とか6杯っていうのは、え、あれ？これ初めて？メンフェス初めてですか？第1回戦ですか？だとしたら2杯3杯ってところ。今日はじゃあ第2回戦だと思って、この間3杯食べて、今日が4杯目5杯目6杯目なのかと思った。あ、初参加。あ、そっかそっか。じゃあないわ、それはない。いくら細くても食べても太らないって人でも4杯5杯は食べる。あとこれが一袋。急激に血糖値が上がっている。インスリン、インスリン。一人で買いに行ったの？うん、パパが連れてってくれた。パパにお願いって言ったから連れてってくれた。メガネすると真面目に見える。こう見えてね、私真面目なんだよ。メガネしなくてもバッチバチのゴリゴリのバカ真面目なのよ。実はね、なんかこれってグレーゾーンだなっていうことがあったら、もうマネージャーさんに確認せずにはいられないぐらいの真面目なんで。パパさん、アンナちゃんには厳しいらしい。そんなことないよ。
そんなことはない。ゆうがそのなんか言われたことをはーいはーいめんどくさはーいって言いながらもやるから、それ以上は怒られない。アンナははーいって返事だけしてやらなかったりするから怒られんの。厳しいんじゃないんだよ。ゆうなちゃん怒るの？アンナに？え、怒るよ。怒るし喧嘩する。でもパパに怒られた記憶はあんまりない。もしかしてポッキー食べてます？そうです。最近ポキはひたすら寝たりとか部屋にこもって動画見たりとか、今まで部屋にこもることってなかったんだよ。あんまり断捨離したりとかリビングにいる時間が今週じゃないか先週ちょっと少なかったの。だからなんかアンナが今週全然喋ってない、お姉え、もう2回行くの、お姉と最近喋ってないんだけどって。ちょっと私のこと好きすぎてアンナちゃん。そうなんだよ、アンナってさえぐい私のこと好きなんだよね。アンナちゃんには内緒の話、あ、全然言っちゃっていいんだけど、ユウも好きだよ。嫌いだったら一緒のグループで活動するなんて無理だし、好きなんだけど、あそこまでなんか愛を伝えられるとなんかえそんなってな。
で昨日も私がこう餃子を作って食べてたんだけど、アンナがおしゃべり会、生誕のおしゃべり会で何時に帰ってくるか分かんなかったから、とりあえず先に食べてたんですよ私、餃子をね焼いて。でアンナがユウに今日ご飯あるって聞いてきたから、あ餃子作ったよもう食べてるけどっつったら、マジかよ、えいらないのって、なんか食べて帰ってくんのって言ったら、そうじゃないよ、なんで先に食べちゃうのとか言うの。そうで、これね、ゆうが作った餃子って言ったら、え？うまい、チャットに載せていい？好きすぎない？そう、まあアンナがユウナのことを好きすぎるっていう。ポッキー食べてるよ。ポッちゃんこれがお仕事？うん、お仕事じゃないよ。なんで？でもね、カフェに行こうか迷ってたんだけどね。一人カフェ。昨日の夜配信でみんなにね、デブってみんなに。もうボギーデブなんだからやめなよ、デブだよ、節制しなよ、食べ過ぎは良くないよ、デブデブって言われたから。ちょっと行くか迷ってんだよね。みんなってば失礼だよね。
姉の餃子焦げてる。でもね、焼いたのパパなんだよね。包むとこまで私がやったけど、上手に焼けました。おすすめのカフェ、ゆうカフェ行かないからわからない。みゆみさんのインスタとか見てて、こんなおしゃれなカフェ新潟にあんのっていう感じ。いつもゆうはちゃんからカフェ行こうのお誘いがあれば速攻で行きそうなポキさん、行く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 、なんならもうどこにでも行くよ。おじやまで行こうかって感じ。当たり前じゃん。どんな当たり前の話してんのそんなの。え、そんなのカフェ行きたいの、どこのカフェに行きたいのっつって、どこどこのってめっちゃ遠く言われても、あーオッケーオッケー行くね、今から行くねってなるから。ね、メンフェスだよね。その今日はどっちの何食べるとか、もう ルアにね、1ヶ月前ぐらいにね、ちょっと一緒に北海道行かないって言われてんだよね。これからの季節は寒い。確かにね、そうかもね。でもうちら車じゃないから空港周りの場所しか行けなくないって話をしたら、ゆうな誰かの車を借りてきてとか言って、私運転する方になりそう。危ないよって。このペーパードライバーが知らない土地でいきなり運転はすごく危ないよってって。でもいいよね、北海道行きたい。昼の部ラスト1本です。よし、
何のポッキーが出てきた、冬の口どけと極細のポッキー完食です。あ、でもこれは夜の部のやつは残ってます。頼もしい。ポッキーちょうど1時間ぐらいでパーティーお開きですね。まあ58分ぐらいまでジュースを飲んで、買ったの何かに載せてくれる？あ、あれだよ、あれに載せ、 X にもう書いてある、昨日の夜買ったポッキーの。かわいいだけじゃダメですか？ショールームのプロフィールは変えた方がいいね。ハロウィンになって、ああ、ありがとう。そうだった、忘れてた。ハロウィンキャンペーンのね、そうだ。ピノは星型引いたのもすごい。あ、確かに確かに、びっくりしたんだよ。よし、アーモンド食べようって思ったら、うんうんうん、この前の公園ゆうなちゃんいなくて寂しかった。え？公園来てくれてたの？珍しくお休みいただいてました。次は金曜日じゃない、土曜日、嘘ついちゃった、ごめん土曜日16日、今週末の土日は公演プラスおしゃべり会で、オフラインおしゃべり会はラストなんです。ね、よろしくね、みんな。全完売させていただいて、もうしていただいてです、すいません、あ、言葉がたくさんね申し込んでくれてありがとうございます。
木本5678部でございます。本当の最後まで8部ななみさんの生誕祭、確かにそれは入るね。じゃあ壇上読みます。ポッキーパーティー第1部でした。ありがとうございました。しょうもないんですけど本当にね。13位太郎さんありがとうございます。12位佐藤羽生さんありがとうございます。12位リーヤマさんありがとうございます。10位隼人さんありがとうございます。9位突破Qさんありがとうございます。8位音速の貴公子さんありがとうございます。7位あかりちゃんさんありがとうございます。6位ヨッタさんありがとうございます。5位ゴンちゃんありがとうございます。4位山ありさんありがとうございます。3位まこいもさんありがとうございます。2位健山さんありがとうございます。1位りゅうさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではこれからね夜勤でお仕事の方もいらっしゃいますし、夜も見に来れるよって方はぜひね来ていただいて、ありがとうございます。お忙しい時間に11時から12時、ごきげんよう、頑張れみんな、バイバーイ。